私の家族の形第8章、前回の続き、子宮のエコー、血液検査、内診が終わり、結果が出て、呼ばれた一言が、詳しく検査しますので、また予約して来院してくださいって言われて、一時帰宅をし、後日予約日に来院しました。そして、ドクターに言われたことが、子宮頸部、異形成、子宮頸部上皮内がん。娘さんは高度異形成といって、がんの手前なんですよって言われました。これは子宮頸部形成と子宮頸がんの主となる原因は、ハイリスク型ヒトパピローマウイルス、MPV の持続感染であることが知られているみたいです。HPV 感染は多くの場合、性交渉により生じる。しかしながらハイリスク型 HPV に感染した場合でも多くの場合が自然消失するみたいです。私は娘と2人でちょっと唖然となったんですけど、で、またそこからドクターが言われるのが、高度異形成、がん化する可能性や、すでに早期のがんが隠れている可能性があるから、確定診断と治療を目的とした手術が必要になりますよって言われたんですよ。その手術内容が、子宮頸部円錐切除術が必要になりますって言われたんですよね。この子宮頸部高度異形成の標準治療は、子宮頸部円錐切除術なんです。で、この、どういったことをするのかというと、この治療法は病変がある子宮の入り口、子宮膣部と経管を円錐型にくり抜く手術法なんですね。高度異形成はほぼ 100% 治癒します。そして、子宮頸がんは特別な人がなる病気ではなく、女性なら誰でもかかる可能性のある病気なんですね。で、がんって聞くと、身近な家族や親戚に、がんになった人がいるとなりやすいというイメージがあると思うんですけど、子宮頸がんは、遺伝などに関係なく、性交経験がある女性なら誰でもなる可能性のある病気なんですね。で、数年から10年以上かけて、ゆっくりとがんになることが一般的って考えられてるみたいで、子宮頸がんは子宮頸部異形成になってから通常10年以上かけて、ゆっくりと進行するみたいなんです。そして、子宮頸部高度異形成は、中途異形成の状態から子宮頸がんになる期間は数年以上要することが一般的と考えられてるって言われました。ただ、今妊娠しているので、手術をしちゃうと赤ちゃんが流れてしまいます。出産してからになりますよって言われました。妊娠中の子宮頸部異形成は進展する可能性は低く、分娩後に招待するという報告もあるみたいなんですよね。したがって、妊娠初期の検査で、初めて軽度から中度異形成と診断された方はもちろん、妊娠前から軽度から中度部異形成で経過観察されていた方も、ほとんどの場合で通常通りの分娩が可能です。まあ、出産が可能なんですね。そう言われたんです。で、精密検査が始まり、後日、結果が病院で再度伝えられました。妊娠中、痛みも何もなかったため、正直娘は頭の中が真っ白になったんですね。そして、無事臨月も迎え、出産も自然分娩で、母子とともに健康だったんです。ただ、今振り返ってみるんですけど、
娘が妊娠中と出産が思ったことなんですけど、妊娠中それを聞かされた時に、大変なことに娘の体はなってるんじゃわ、がんの手前って言われてるからいつかはがんになるんかな、この子は出産できるんだろうか、出産した後ちゃんと綺麗に手術で取り切れるんだろうかと思いました。そして出産後私が思ったことなんですけど、でもこの子を妊娠してなかったらわからなかったし、子宮のがん検査なんて行くこともなかったよね、赤ちゃんに救われたって思いました。娘が今度は妊娠中に思ったことです。検診を行くたび怖くてビクビクしてた、文章では言い合わせれないくらい気持ちでした。ただ日が経つにつれてお腹を触りながら、君がいなかったらママ死んでいたかもしれないね、助けてくれてありがとうなんて言いながら過ごしたみたいなんです。そして出産後、怖くないよ、出ておいで、痛くないよ、大丈夫、そう唱えながら出産をした、やっと会えた、よかった、無事でと思いました。赤ちゃんの産声は自分が泣きすぎて聞こえませんでしたって言ってました。その後何日か経った後、円錐切除術で手術をしました。脊髄に麻酔を打ち、手術は約1時間ぐらい。手術自体は全身麻酔で行いますので痛みはありません。他の妊婦さんより入院している日にちが長かったんです。そして無事退院し、あれから再発もなく暮らしていっています。娘の出産を無事終え、ほっとしたのもつかの間、娘、息子が家から出て行き、残された家族で暮らし始めたんですけど、そこから怒涛な生活が始まるんです。次回へ続く。ご視聴ありがとうございました。またこのチャンネルでお会いしましょう。